皆さんこんにちは。神宮前駅東口接骨院柔道整復師の宮内です。今日は、腰の筋肉に対しての運動を紹介していきます。長時間中腰で作業する人や猫背の姿勢は腰が固まりやすく、その姿勢が続いてしまうと腰痛につながる可能性があります。腰痛の緩和や予防のために腰方形筋と脊柱起立筋の運動をしていきます。まず横になってください。横になりましたら右手を腰に当て、親指で痛気持ちいいところを探してください。探しましたら親指でその痛気持ちいいところを圧を加えながら、足をこのように上下に上げ下げしていただきます。それを10回行ってください。これを行うことにより腰の緊張がほぐれ、腰痛の緩和、腰痛の予防になります。皆さんぜひやってみてください。